こんにちは、Pです。ドラゴンクエストでオンラインバージョン 6.5 電気の新しい補充に2種類追加されてます。ここね、行ってみたいと思います。一つはね、今までのところ偽りアラハ、今ね、偽りアラハの場所が王国を出てすぐ南の井戸ですね。はい、ここ行きます。ああ、怪しい影の先生が落とします。あれ時間、で一応魔物使いで、あ、いますね。私、魔物使いで、足をつけて、奇跡の宝石、以前持ったね。はい。狙えるようにして、証もつけてます。ここですね。はい、では行きます。はい、よろしく、よし、よし。今ね、友達がね、来ました。もし、ストーリーやってないから、もう一箇所はね、新しい土地の方なんですけど、行けないみたい。あ、そうか。そうか、禁止だから呼ばないのか。そうだね。倒しちゃえばいいのかな。じゃあパラディンでも強いな。弱いから見逃さないで倒すぐらいにいいのか。二台足の銃撃かな？あれ？どこ？あ、出た出た！これこれ。ディアブル。え、ディアブルなのか？ディアブルって。宝珠は出たけど。当たないな。え、どれ？どうしてる？や、捨てられるのが危ない。どうしよう、磨き図ならねえか。見破れなかった。いやぁ。ヨッシーはね、まだストーリー終わってないから、また後で。二箇所目がですね、ルーラス、そうに言うと、魂の食材の、これです。ここにも飛んできました。で、ここで、三つ選べますよね、選択。で、三つ目の、に行きます。で、ルキアナの、ね、像があるすぐそばです。 F5 です。でね、これね、マノで来たんですけど痛いです。だから今レンジャーになりました。もちろんね、魔物使いじゃないから呼べないんですけど、はい、呼ぶほどね、ちょっと呼ぶんであれば、例えばもう一人、ヒーラー専門の僧侶とか賢者とか入れた方が、というよりかはいいかなって感じがしました。で、まあ、さ、旅はね、そのまま使いたいから、私がレンジャーになって、ブレスとね、呪文で両方痛いんです。だからね、一応ブレスだけでも、あ、このルティアノの像の向こう側です。これが今 F4 ですね。はい。このタパー台っていうのはここにいます。この鳥、エンペラーというぐらいだと多分この中で一番強いんじゃないかなと思う。こういうエンペラー連合帝王、皇帝とかそんな感じですよね。
して。いや、多分来ない。最初の転生の確定のやつね。はい。これ、この3つね。この3つがどうなのか。あ、もう出たじゃん。幸い、幸いの斬撃。じゃあ出た。よかったよかった。1個目で出た。これが外れということはないんだよね。2個出てた。じゃあね、本当に。3分ぐらいでね、2個すぐ取れたの。そこで終わってたんだね。そこから30分ぐらいやってる気がするね。はい、無事ね、はい、新しい50取れました。出とく必要あるのか、これもしかして。まだよね。あ、そう、そっか。1だ。2分ぐらい。殺人のオーブで、守るのじゃなくて、これ、保健師。闇だったね。これ。これ取れてないんだけど、全然。え？あ、これか。あ、この2つだね。取れないから。はい。そうだね。テンション時ダメージ50。テンション時。あー、すごいね。はい。この2つでした。これが今回のバージョン 6.5 前期の新しい法人。です。はい。じゃあまたです。バイバイ。